どうも皆さん、ヒカキンの越したいな TV です。今回紹介するのはこちら、はい、まあ、虹のですね、まあ、第1弾の、まあ、ソロシングルって言えばいいんですかね、まあ、第1弾のシングルと言いますか、こちらですね、上原歩夢の Dream with you、 中野霞のポッピンアップで、まあ、せっちゃんのダイブですね。で、自分これ、まあ、あのせっちゃん推しなんで刹那しか買わなかったですね。まあ、久々のちょっとあの貧乏サラリーマン発揮しちゃったんで、浩平さんとかね、レイギャルとかはね、ちゃんとあの3枚買ったんですけど、ちょっと自分貧乏サラリーマンなんで、まあ、これしか買いませんでしたと。で、まあ、リリーベがあったり、なんかスクスタのね、またなんか特典があったりと、まあ、いろいろあるってことですね。そう、リリーベもね、これ見にくいな。あとでちょっと紹介するんですけども、まあ、この CD の中にシリアルがあって、そのシリアル1枚で、自分の好きな子の、まあ、イベントに応募するということができると。で、まあ、後ろは、まあ、このようになってますね。こんな感じになってますね。ちょっと早速ね、まあ、開封していきたいと思いますね。うん。最初ね、まあ、全部買おうかなと思ったんですけどね、いや、ちょっとね、うん、まあ、久々の貧乏サラリーマンを発揮してしまったというか、ね、全部買うのは大変かなって。で、これ見えるかな？帯がね、私たちの光放ちたいかな？確か合ってるかな？そう、私だけのか。私だけの光放ちたいか。これは帯こうなってますね。これだから、あの、刹那バージョンか。うん。刹那バージョンこうなってるのかな。他のキャラは、あの、他の、まあ、あの、なんか文言が書いたのかな。うん、多分それは浩平さんとね、レイギャルの動画を見ればいいと思うんで。はい。ってことで、ちょっと開けていきますか。まあ、こういう感じに開けるか。こうなってて、これがこう、あれ、シリアル大丈夫かな？ちょっとシリアル心配なんで、あ、大丈夫ですね。はい、いきまーす。せーの、うい。はい、こういう形になっておりますね。まあ、赤いですね。もう真っ赤っかですね。で、中を、中は特にまあ、絵は描いてないですね。で、これが、せっちゃんバージョン。うわ、あれだね、グラードンだね。よく言われてるグラードンね。ほんと、真っ赤かやんけ、みたいな感じで。では、こちらも開けていきます。まあ、歌詞カードになるんですかね。こちらもちょっと開けていきたいと思います。裏がこうなりますね。で、開ける前にシリアルがあるんで、シリアルは、落ちた。シリアルはちょっと抜かしといて。で、これが、刹那のカードですね。せっちゃんのカード。いるかな？ちょうど。で、後ろがこうですね。ナンバーセブンって書いてありますね。まあ本当はね、3枚買うのがいいんでしょうけども、まあちょっと、残念ながらね、俺があのスーツ紙みたく金持ちだったら多分買ってたんでしょうけどね。8月、そう、あの8月8日ね、相田さんとね、同じ誕生日ってことで、あとね、あの、エマベルデとアリサも同じ誕生日ってことでね、なんかね、虹のキャラとね、そのアクアキャストの誕生日同じ人が2人いるって、しかもよりによってアリサとね、あいつさんっていう。でも、せっちゃんと、せつなと、エマはそこまで接点がないっていうね。あいださんと、アリザは接点しかないのにねってことなんですね。あと、8月4日、シェーンガラスの誕生日。あの、元美術の、まあ、サポメンって言った方がいいのかな。誕生日でしたね。で、あとは、あとちょっとね、コードは見せられないんですけど、これですね。自分もこれ応募します。せつなとか、あのね、ともりとお話ししたいんで、この中ではまあ、ともりが一番人気でしょう。ちょっと見にくいかな。上原歩夢が12月12日か。で、土曜日、の夜と昼と夜ね。で、霞で、霞が、あれか、12月、あ、13、日曜日。で、これ、もう連続で続いてるのね。これさ、連続でさ、ちょっとダメだ。連続で続いてるのにさ、そう。で、七塚くすのきともりの刹那だけ、1月9日からあるけど、これ、2月14日のバレンタイン日になったんだね。2月14日のバレンタインって、あの、お台場、横浜で開かれるお台場の、あの、イベントにアクア出るんだよね。絶対無理じゃんって、オンラインに行こうって、思いますね。まあ、これ応募期間が、12月2日ですね。12月2日なんで、もうすぐ、この後すぐ応募して、さっきちょっとコード見ちゃったかもしれないですけども、まあその頃には俺が応募してるんで、まあ、あの、重複とかないかなと思うんで。はい。確かね、今ちょっとホームページ見てんだけど、あれだな、ホームページ見て、なんだったっけな、確か、その、オンラインと普通に会場来るイベントがあって、オンライン確か200って言ってたのに、あ、それは違うか。
でも、30秒話せるって言ったんだね。普通さ、お渡し会とかその話せるイベントってさ、リアルだって1秒くらいだよ。俺1秒のイベントしか行ったことないから。30秒ってね、結構話せると思うから。まあ大体そうだね、オンラインで1秒だったら尽きた瞬間終わりだからね、えってなるから。そりゃクレームになるから、まあ30秒くらいやっぱ設けないとね。だから逆にオンラインの方が時間をちゃんと設けてくれるっていう、お話できるっていう。まあ、友人だったら何話すかな。あれ まあなんかね、プライベートなことでね、話しちゃおうと。LINE とかね、ちょっとね、交換しちゃおうかななんて思います。まあそんな感じですかね。昼の部、夜の部っていうのがあるってね。まあでも、ともり、絶対多いだろうな。あ、そっか、あと中身紹介しなかったわ。中身がじゃあ、こちらですね。中身が、こうなって、こういうふうな、3人の歌詞が書いてあるって感じか。こういう感じですね。で、後ろが、こういう感じか。まあこれが1、2、3段で続くんです。もう多分一番売れるの第3段。なぜなら、ミユと、あかりがいる。いや、ミユもすごいけど、あかりの集客力が多分やばいだろうなって。だから3段目のシングルに関しては、俺多分累計5万いくんじゃんって。もう多分もしかしたら5万枚いくかもしれないって思う。なんかそんな気がするって感じですかね。で、じゃあこの後にですね、ちょっと曲聴いて、曲の感想もちょっと言っていきたいと思いますんで、なのでちょっとね、3人分の曲を聴いていきたいと思います。はい、ということでですね、こちらの CD を、3曲とも聴きました。やっぱりですね、刹那の曲が一番いいね、だいぶ。ララララララ、何一つ決めずに、ララララララ、赤裸々にだいぶ。やっぱこういう系の曲好きだな。で、2番目は歩むかな。だから、刹那、歩む、霞の順番かな。好きな曲調としては。歩むの曲もね、フルで聴くとね、よかったね。霞はまあ、いつも通りポップな感じじゃん。いや、ポップな感じも好きなんだけどね。やっぱ、まあ、だいぶかな、やっぱ好きなの。で、歩むは、イベント、もし参加できたら、ヤンデレ系スクールアイドル、上原あゆむさんの T シャツをね、ちょっとまた3000円ぐらいで作っちゃおうかな。で、浩平さんと演歌しようかな、なんて思いますね。そんな感じでしたね。で、やっぱり、まあ、作詞全部宮城彩香さん、もう確定でしょう。宮城彩香さんで、作詞に関しては。で、曲は、まあ、いろんなクリエイターを呼んでね、まあ、イヤホンで見たく、なんか、音楽の実験場にするのかな、わかんないですけども。まあまあ、多種多様な曲があって、で、第2弾、第3弾も出るんで、多分第2弾は、迷うな、エマかな。愛ちゃん、エマ、愛と、あと、天王寺か。エマ、わかんねえな。第2弾一番前、第3弾は、第3弾ね、第3弾はでもやっぱり、鬼頭明里さんか。だから、あれ、かなたちゃんか。買うかななんて思います。で、さっきこれを曲聴いてる間に、もう応募しました。これ2月14日バレンタインの昼の部のオンラインで応募しましたね。その時自分、もう、アクア見に行ってんで。で、14時半開始なんですよ。お台場の、イン横浜は。で、自分は刹那会で、昼の部13時オンライン応募しましたね。多分ギリギリで間に合うと思うんでね。まあ、当たる確信しかないんで。まあ、そんな感じでしたね。まあ、多分ね、この、まあ、1期はこの9人とか出てきて、多分2期もやるとしても、2期もまたこういう感じで、1人ずつ歌うんですかね。構成はちょっとわからないですけども、まあ、ライブ楽しみだなっていうのが、素直な感想でしたね。なので皆さんもですね、まあ、ぜひともこれとか第2弾、第3弾買ってね、まあ、虹ヶ崎をどんどん盛り上げていきましょう。